石巻専修大学は宮城県石巻市南京新見と一に本部を置く日本の私立大学である。1989年に設置された。大学の略称は ISU 石巻仙台巻仙。2013年に人文社会科学系の人間学部も設置しているが、歴史的には自然科学系大学として創設された権威を有している。宮城県では 高等教育機関が仙台都市圏に集中していたため、以前より宮城県沿岸部の中心都市で県内第二の都市である石巻市にも高等教育機関を誘致しようという機運が地元より高まり、地元自治体が主体となって石巻専修大学を誘致した経緯がある。社会に対する法恩奉仕を見学の精神として1989年に 開学した。学校法人専修大学は、以下の大学を設置しており、専修大学の系列校となっている。以下の、専修大学とついている学校は、学校法人専修大学の設置ではなく、別法人による設置となっているため、ここでまとめる。2012年に、東北総合通信局管内発のエリア放送地上一般放送局の免許を取得。 ワンセグ放送をしていたが2014年限りで廃局した。森口記念館に地上一般放送局一局が設置されていた。ありがとうございます。